のサツキ街道を通って最初の栄冠を手にするのは果たしてどの馬なんでしょうか。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。先行争いであります。先手を取って13番ブラジット、フォービスケッツ、それから8番トップナイフ、3番グリューネグリーン、ファントムシーフはこの辺り間もなく第1コーナーに差し掛かります。それからラスパンメル、湘南バシットが並んでいます。その外16番パッチウッド、そしてその後ろからタスティエーラ、それから5番クリームファクシ、そして外からは12番ダノンタッチダウン、内を通りまして1番ソウルオリエンス、外を通りましてウィンオーディン、それからもう1頭2番ワンダイレクト、シャザーン、外から行こうというところ、そしてその後ろから17番メタルスピード、ベラジオオペラが並んでいっています。一番後ろに18番マイネルラウレア、流れるようにレースが進んでおります。依然先頭ブラニット、18頭が第3コーナーに向かいます。その外スーッとトップナイフが上がっていきました。そして3番手にフォービスケッツ、その後ろ3馬身くらいあって3番グリューネグリーン、7番ファントムシーフ、青い帽子が馬込みで入れています。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。ファントムシーフは3番手といったあたり。さあ先頭はトップナイフが半馬身リード、ベラディオオペラも差を詰めてきている。ベラディオオペラが差を詰めてきた。先頭ルメールとファントムシーフ、外ベラディオオペラが来ている。堂々たる勝利です。ファントムシーフ本戦のボバ戦線、主役に躍り出たのはファントムシーフだ。当然の結果ですね。1着7番、2着14番、3着15番以上のように確定しました。全ての3歳馬が夢見るクラシック3冠はまずここから始まります。新たな歴史を切り開くのは果たしてどの馬なんでしょうか。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。先行グループからまず見てまいりましょう。13番グラニットが先手を取ります。それからグリューネグリーン、9番オービスケッツが上がってまいりました。そのうちからはトップナイフ、まもなく第1コーナーに差し掛かります。その後ろ3馬身くらいあって16番パッチウッド、そして1番人気のファントムシーフ、なかなかいい感じ。外を通って10番ラスファンメル、そのうちにクリームファクシ、4番湘南バシット、ほとんど馬体が合っています。そしてその後ろから14番ダスティエーラ、それからもう1頭12番ダノンタッチダウン、1番ソウルオリエンス、ワンダイレクトが並んでいっています。それからシャザーン、すでに 1000m の標識は通過、まずまずのペースといったところ。17番メタルスピード、ウィンオーディンがかわしていきました。外を通りましてベラジオオペラ、ちょっと離れて18番マイネルラウレアであります。先頭は依然として13番ブラニット、その外スーッとフォービスケッツが上がっていきました。これと一緒にトップナイフ、3番クリゲの馬体グリューネグリーン。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。先頭を行く青い帽子はトップナイフ、外からはフォービスケッツ、ファントムシーフも追い込んできた。このまま粘れるか。トップナイフ外を通ってファントムシーフか、ベラディオオペラも差を詰めてきている。ベラディオオペラが差を詰めてきた。内か中か外か、ゴール前大混戦になった。これは際どい。1着14番、2着7番、3着5番以上のように確定しました。各馬ともここを勝ってダービー、そして菊花賞へ夢をつなげていきたいところであります。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。先行争いであります。ブラニットがかわしていきました。それからもう1頭トップナイフ、そしてその後ろからオービスケッツ、それから16番バッチウッド、まもなく第1コーナー、それから10番ラスパンメル、
そしてその外にタッティエーラ、クリームファクシ、ほとんど馬体が合っています。内を通って湘南橋と第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー3番クリゲの馬体グリューネグリーン、7番ファントムシーフ、やや後方といった位置取りであります。外から1頭、2番ワンダイレクト、18頭、これから向こう正面であります。メタルスピード、そして内からはシャザーン、ウィンオーディンがその後ろ、ソウルオリエンスがそのうちにいます。外を通りましてダノンタッチダウン、ベラジオオペラが並んでいっています。ちょっと離れて18番マイネルラウレアであります。前でありますが前、先頭を行くのはトップナイフ、1馬身リード、9番フォービスケッツ、それから13番グラニット、タッチウッド、外から行こうというところ、クリームファクシ。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。先頭を行く青い帽子はトップナイフ、さあ先頭はトップナイフ、一気に押し切るか、一番内トップナイフが頑張っている、ファントムシーフも差を詰めてきている、ファントムシーフが差を詰めてきた、外を通ってファントムシーフか、ベラディオオペラが2番手、頑張る頑張る、横山とトップナイフ、ベラディオオペラ先頭、勝ったのはベラディオオペラだ、あとは写真です。勢いがありますね。1着15番、2着8番、3着1番以上のように確定しました。このサツキ街道を通って最初の栄冠を手にするのは果たしてどの馬なんでしょうか。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。先頭に立つのは何か、10番ラスカンメルが先手を取りました。それからトップナイフ、そしてその外に13番グラニット、そのうちにオービスケッツ、ちょっと離されましてタスティエーラ、一番内から3番グリューネグリーンであります。その外からはタッチウッド、クリームファクシがその後ろ、そのうち4番湘南バシット、外から1頭ファントムシーフ、それからメタルスピード、そのうちからはシャザーン、そしてその後ろからダノンタッチダウン、ソウルオリエンスが並んでいます。それからもう1頭ワンダイレクト、6番ウィンオーディン、外を通って15番ベラジオオペラ、18番マイネルラウレア。さあ先頭の方はどうなっているか、順位が入れ替わっておりまして、先頭はグラニットであります。その後ろでやりましょうか、8番トップナイフ、外を通りまして9番フォービスケッツ、そして4番手にタスティエーラであります。その外に16番タッチウッド、そしてそのうちにラスハンメル、3番クリゲの馬体グリューネグリーン。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。ファントムシーフ直線の伸び足はどうか、さあ先頭はトップナイフが半馬身リード、グラニットが3番手、怖い馬が来た、7番ファントムシーフだ、このまま粘れるか、トップナイフ、クリームファクシが2番手、クリームファクシがかわした、ベラギオオペラ懸命に追う、ファントムシーフかクリームファクシか、首の上げ下げ、さあこの1着は際どいぞ。勢いがありますね。1着7番、2着5番、3着16番以上のように確定しました。このサツキ街道を通って最初の栄冠を手にするのは果たしてどの馬なんでしょうか。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。先頭に立つのは何か、8番トップナイフが先頭に立ちました。13番グラニット、フォービスケッツがその後ろ、それから16番バッチウッド、その内からは3番グリューネグリーン、外を通って10番ラスカンメル、ファントムシーフはこの辺り、それからもう1頭タスティエーラ、そしてそのうちに湘南バシット、その外に5番クリームファクシ、そしてその後ろから11番シャザーン、その外からはダノンタッチダウン。18頭、第2コーナー、右にカーブを取ります。そのうちに、ソウルオリエンス。その後ろでやりましょうか。ワンダイレクト。外を通りまして、15番、ベラジオオペラ。縦に長い展開になりました。それから、メタルスピード。18番、マイネルラウレア。しんがりから、ウィンゴーディンであります。ババコンディションがなんとも微妙です。トップナイフが、レースを引っ張るようになりました。
そしてその外にオービスペッツ、グラニットがそのうちにいます。そして4番手に3番グリューネグリーン、その外ラスハンメル、バッチウッド、ほとんどまたいがあっています。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。青い帽子トップナイフが先頭、間を割ってファントムシーフ、8番トップナイフがまだ粘っている、頑張る頑張る、横山とトップナイフ、外をついてタッチウッドが来ている、ムチが飛んでいる、タッチウッド、このまま粘れるか、トップナイフ、トップナイフ、1着サスキ賞、勝ったのは8番トップナイフだ。1着8番、2着16番、3着14番、以上のように確定しました。